なんかあんまり参考にはならないかなと思ってさ、そう、なんか、特に解説することもなくそう、もう何も書いてないですからね。もうね、書きたいものを ね、ひたすなんらもない。書くだけの配信なのでね。あ、グリルビーかっこいい、グリルビー。ビーもさ、ファンアート多いよね。いや、人気だよね。ねえ。でも好きだけども。ね。なんか結構人型だった気がするな。ファンアートによるのかな。結構リアルに書くんだ。そう、リアル目で書いてしまいそうになる。難しいな。グレルビー見ると中地を思い出しちゃう。そう、メガネだけでしょ。確かに、そうっすね。メガネだけっすね。中字書くなら味噌まで、なんか書いてくれ。味噌、ん？ メガネが本体まである。よいしょ。ボボボボボ。いや、でも分かるよね。書いてってさ、誰書いてるか分かるかね。でも、ガッチマンさんって言われてる。なんか、そんなだったっけ？ いや、違う、ガッチマンさんは違う。ガッチマンさんは、逆にガッチマンさん書くよ。ガッチマンさんはこうだからみんな、忘れちゃダメですよ。ガッチマンさんは、こうですかね。こうあっそれて。見て、じゃあ、審査するよ。なんか、忍者飯思い出すのよね、ガッチマンさん。そう、忍者飯も。ガッチマンさんはこうだから。確かに違う。ガッチメガネじゃん。メガネは確かにメガネだけども、ガッチマンさんはこうだからね。ガッチマンさんはうまいな。こう。なんで、アンテが、アンテのさ、ちょっとなんか、中に突然のガッチマンさんみたいになってた。紛れ込んで、ほら。しかも結構真ん中ぐらいそう、真に。ん中に紛れ込んでしまった。大変失礼いたしましたということで。唐突に現れるガッそう、チマン。唐突にちょっとガッチマンさんが現れますね。で、ガッチマン V の方になると、前髪つきますから。詳しいね。それ覚えて、まあ、コラボもさせていただいたので、なんと、もう、絵も覚えてますよ。さす。よいしょ。なおかよし、カプセルだよ。追いかけて、追いかけて。あれで落としちゃったよ。ちゃったもう一よ。回投げるから、ちゃんと今度は受け取るんだよ。うぃー。貴様知ってるな。怖いよー。